はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート27やっていきたいと思います。金のバーカウンターじゃなくて何バー屋敷みたいなゴルドン酒場かが第2段階までもう完成しました。で、やっぱりねこういう高いところで作業するのはね足場工事が重要になるんで、みんながね転落死しないように周りをね囲いました。ここら辺ちょっと素材の跡がありますけれども、こっちはまあこのままで大丈夫でしょう。こことかもね、一応人よりは大きい壁になってるんで、よっぽどジャンプしても届かないようにはなってます。でこっから登ってくるのと、あとですねここに階段も作っちゃいました。で階段もですね一応こう滑り落ちないように周りを、壁にしてあるので、まあ、これでね事故はだいぶ防げると思います。じゃあ、ここからですね今度青色の、まあ、顔料だったかなみたいなのがちょっと必要だということで、そちらの方に向かっていきたいと思います。これは今度逆側だね、向こう側高台からやっぱり登っていくのが一番いいと思うんで、これすげえ使いましたね、その足場工事で。まあ、ただもう1000個以上あるからね、種類を違えれば多分2000個3000個ってあるレベルだから。うわすげえ、マジで超広くない？島一つ、あっち側から行った方が良さそうだね。あ違うこっち側じゃないよ地下に降りろって言ってたんだ、全然違った忘れてた。鉄から行った方が近いかな。じゃあでここから地底湖方面に行くんで、あれ宝箱がある、これ取ったっけ、取ってねこんなところに宝箱取ったらさ、これ回収しておこう、宝箱そのものを。そうしないと分かんなくなる、閉じちゃうとさ中身空っぽのまんま宝箱が置いてあることになるからね。レベル19にはしたい感じだな。まあ、こいつは倒した大した経験値にはならないから、どっから行ったんだっけ素材集めてるときにここ開通させたんだよな。でホイミスライムの、ところと言ってたので、ホイミスライムちょっと逆なんだよな、道を作るのもありだね。まあ、ただ飛び降りよう、このまんま。泳いでいこう。泳ぐとかあんのかな、やっぱジャンプしていかないとダメだ。水の中ではかなり移動速度が落ちるね。ここから飛び込めばあるよみたいな、そんな感じ。まあ、話は聞いておきましょう。あおお先に飛び込んでしまった。いや人間さん、地下生活は快適に過ごせてますか。別に地下生活してないんですけど、水中生活もなかなかいい、潤いが違う。まあ飛び込んでみるか。はーい、あどれ、あこの先だよってこと。青い顔料とか見えないからね、この先に行ったところにあるのかな。あこれっぽい、よし何個だっけ。これは15か、それなりに必要だな。こっちを破壊しよう、本がいっぱい取れそう。これ回収する、少し余計にはやっぱり持ってたいよね。でも少ないな、なんかこう全体的。あこれ回収しとこう、綿、ちげ綿じゃねえ紐だし、これか綿、ちげ紐だ、綿がマジで欲しいんだよな。今切ったし15だよね、そうだよね、これだけ回収しとくか。いや20で、じゃあ帰ります。
で、今度またスポットライト系かな。あ、そう、集会所もね、変えました。本当は全部ね、銀のタイルで敷き詰めたかったんだけど、こいつ超邪魔。ここできないんだよね。青の染料が手に入った。ブラックライト、青。2つ目の設計図も完成してるよ。でね、ペロちゃんね、一応その金の食材、食材っていうか金の台にして、さらにね、明かりを、つけてあります。超どうでもいい。じゃあここから登っていきましょう。 OK。 ではこれで、これで持ってるやつ、多分ね、ライトはね、そもそも今在庫がないんだよね。ってことはやっぱ持ってるやつだけだ。持ってるやつ一回ここで作んないとダメだね。今0個だもん。何個、多分15個持ってこいって言ったから多分15個必要だよね。あと多分今みんなこれ作ってるんで、なんかね、夕方の報告会がね、なんかなくなっちゃったっぽいんだよね。ただ俺がなんだっけ、集会所を作り変えちゃったから、なんかその採掘の要件を満たしてない可能性もあるんだけど。あ、絨毯の色変えられるんだ。15 OK。 さて、じゃあまた置いていきますか。え、どこだ。あ、2階、あれどこ本当に。あ、どこ、もう一回話さなきゃダメ、もしかして。え、待って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 、ちょっと足場、足場用のこれ、事故死がないようにとか言っときながら飛び降りる。あ、組み上がった。これ離さなきゃダメなんだ。ブラックライトを作る。あ、奥染める。14個、一応予備で1個持っておくんだね。よし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 。あ、そう、ここすげえ気になったんだよね。なんでここ空いてるんだって思ったけど、ほいほい。で、逆かか、多分。全然違った。逆かでも何でもなかった。ここに埋め込む感じか。じゃあこれでいこう。よし、 OK、 できた。豪華さが半端ない。もうマックスじゃん、豪華さ。うおー、腹減ったって、みんな。まあ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 、作ってくれてるからね、こいつ。こっから登ってきたら、みんな階段から登ってくんのか、はしごから登ってくんのか。はしごの方が危険だからね。これから戦うことになるメドーサボール、どうやって立ち向かうか考えているか。おそらくやつはペロにも使った石化光線で攻撃してくる。あいつを迎え撃つために、あの石化光線を弾き返せるような特別な装備、三日神の盾だ。それを作ろう、ガラスで。ガラスなのかって感じだけどね、三日神の盾。古びた鉱石。全然違うのが来た。昔強盗で拾った金属、他ではお目にかかったことがない、恐ろしく硬い金属。メドーサボールに対抗できそうな何か思いついた素材にしてくれ。いやー、すごいね、踊る宝石。お前も踊っているな。ちゃんと台の上で踊ってるとこがいいよね。よし、これはなんてピカピカなんだ。もともとハーゴー教団の信者だった僕らがこんなピカピカなものを作ってしまうなんて。必ずメドーサボールもやってくる。うまくおびき出して倒しちゃいましょうと。力湧いてきた気がする。俺も全力で戦う。頼む、最後の設計図書いてくれ。ではラスト、
ゴルドン酒場設計図3。うん、まあ結局作ってくれるかね。あとは上の部分か。すげえな、レンガ壁1188とか。どんだけ金使ってるんだよ。ぶっ飛んだ発想ですねって。そういや気になってた、どうして島の連中はビルダーを憎んでやがるんだ。そもそもゴルドンさんを作ったのはかつて島を訪れたビルダー。本当か、その記憶ない。だからゴルドンを作ったおかげで島に金や銀が溢れてたらいいやつじゃないか。ただ考えようによってはビルダーが金や銀をもたらしたことで島に争いが生まれた。だから教団は人々を扇動した悪として、島民がビルダーを憎みを仕向けた。まあ、全く一緒だな。強に言っては強に従え。こいつは単純だな。どっちかっていうと住民が単純だよね。ゴルドン酒場の完成はいよいよ間近。足りない素材、ダイヤモンド。幻の鉱石。散々鉱脈や宝石を探した坑道のどこを探せば見つかるのか。ダイヤモンド。私が求めていた最高のお宝、ついにこの時が来た。やまびこの笛を吹けばいいじゃない。きっと求めるものの場所を示してくれる。ダイヤモンドを見つけたら10個は持って帰ってちょうだいね。簡単に言うな、やまびこの笛を吹くと言ってもどこで吹けばいいんだ。ここに来た時から気配を感じていた。物は試し、今すぐここで笛を吹く。ほい。どこ？帰ってきてなくね、そもそも。山あびこの笛を吹いた。どこかに反応はあるか。え、こんな広いところ反応できんの？地面の色が光っている。そんなピンポイント。ちょっと待って、ゴルドンが帰る前に俺はあそこを埋めたいか。ダメだ、いつものゴルドンの穴に収まってしまった。ここ埋めらんないんですよ。ここどうしても置けませんってなるんで。じゃあ行くか。笛が反応してたのはここ。まさかこの地面を掘れってこと。硬い岩盤を壊して地下の奥深くまで掘り進むなんざ無理だぜ。いや、俺ならできる。お、ゴルドン来た。どんなに深くても俺のゴルドンパンチなら一発だ。パンチ一発でそこまでいけんの？まあいいや、見てみよう。どのアングルがいい？アングル変えられるんだよね。横がいいか。どこまで開いた？すげえ。ビッグバンインパクトよりすげえ。だからダイヤモンド絶対見つけてくれ。ずいぶん深そうだぞ。風のマントがある。なるほどね。まあ行くか。ほい、最後にやればいいから。風のマントは。すげえな、マグマか。いろんなものを燃やしてしまう。風のマントもダメ。ダイヤモンドはきっとこの先。マグマみたいなの持ってかれんのこれ。マジでマグマガン。マグマ岩かな。いや硬い、これは無理か。マグマ岩ってさ、ダメージ食らうのかな。食らわないか。マグマはさすがに無理でしょ。入ってみる。あちゃ、危ねえ。人々5で済むっていうところがまたすげえな。いや、これ完全にダンジョンだな。一応上は来たところか。あちゃ。メドーサボールみたい。あ、いていて。
あれはなんだ、ビームみたいなの来たけど、あ、これは岩石があれか、赤く光ってるよっていうだけ。ギズモの色もよくわかんないしね。いや、てかわかんねえ、どこ行けばいいんだか。あ、奥がある、あっちに行こう。あそこの岩には簡単に飛び移れなさそうだ。足場を作るのも面倒だ。マグマを冷やせればいい。え、別にさ、あ、水がある、読もう。溶岩を越えたけば溶岩を冷やすべし。しかし溶岩は時とともにまた流れていく。一応ちょっとじゃあ回収してみますか。あれ、っていうかさ、これさ3つまでしか変えられない。まあそっか、水はもともと汲んであるんだった。水ごときでさ、なんとかなるこれ。強引だな。いや別にさ、よくないかこれやんなくても。え、なんか普通に足も作ってやっていけばよくない。ここかとか、あ、これ壺さ、流しながら行けるかなと思ったら全然行けなかった。あ、これで徐々に徐々にだね。で、え、どこにある、流さないとダメ。なんか動いてるよ。え、何が動いてる。え、これとか、ちょっと待って、ちょっと待って、分かんない。え、なんか動いてるよね。全然石材だしな。油。うわ、引いてくる引いてくる。え、ちょっと待って待って、何が動いてんだマジで。いや、先進んじゃおう。きっとまた別のとこなんだな。いや、これさ本当にさ、普通に突き進んでった方がよくない、マジで。あそこに導きの玉あるし。強引が全て、ね、力技よ力技。溶岩湖、さてどっちへ行くかだな。お、いや、やばい、ちょっと強引すぎんな。さすがに強引すぎた、これは強引すぎた。というわけで、はい、よし、空中に置いていけば全く問題ないから。もういいや、これで。うわ、確かに壺の方がでも良さそうだな。あそこの島に行ったら、ちょっとどんどん上に上がってんだけど、こうだな。いや、だからさ、あのびっくりマークが超気になるんだよね。あれ何なんだろう。とーっと、じゃあ乾きの壺でやるか。いや、あのびっくりマーク、あれか、あいつが動いてるんだ地上で。名前忘れちゃったけど、なんとかくんが。よし、一応宝箱があるけど、これ何。あ、水の羽衣、すげえいいの手に入れた。壊していこう。
遠距離攻撃がないからね。どっち側だ、あっちもあるっちゃあるな。目印がないとちょっと分かんないからね。で、指導ちょっと頼む。薬草の数もちょっと減ってきたな、厄介なことに。薬のさ、種みたいなの手に入れたけどさ、あれって何なの？いまだに植えたりしたことないんだけど。なんか薬の葉が調達されてんな。倒していくか。なんかさ、メドーサボールと戦うときレベル20になっててもらいたいよね。ちょっと水の箱も着よう。間違えたはい、よし。水の箱のも結構形はいいよね。どう、お、ダメージ1になってる。これ強引に行こう。じゃあ、熱熱熱熱、まあ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 、待って、熱すぎる。え、いける、これ、いけんな。よし、あー、一周回ってきただけじゃん。ちょっとこれはガチで強引に行こう。もう、あっちとか行けるか。でこっから上に行けるわけではないか。お、ここから出ていける。おお、なんかいるね。ちょっと待って、強引に渡る。溶岩を作ってた今。あれ、こっちもさ、普通の敵。まずいまずいまずい。アモールの水みたいなのないかな。もっといっぱい回復するやつ。これでいいわけ。負けたって。何もくれないし。こいつがあれか、葉っぱくれんのか。いいね、12個か。ちょっと1回戻ったら作り直そう、薬草を。ここに生えてるキノコってさ、どうなの。熱々キノコとか全然普通のキノコだし。あ、またなんかいる。ちょっとレベルを上げたいんで、今のうちに。しゃ、いけるか、いけなかった。これ食べよう。破壊力か。で、どっちだ、まあ、進める方向に進んでいこう。広いな、本当に。なんかっぽいとこに出てきた。トロッコ、こんなとこでトロッコとか。え、なんだ俺。昔誰かここで鉱山活動してたのか。あー、上になんかいけるかな。足場作っていこう。え、不思議な力で弾かれた。どういうこと、行かせないよってこと。ええ、マジで無理。上に行けねえか。対策取ってきたな。じゃあちょっと一回流し込むか。え、何これ、どういうこと。え、マジで意味わかんねえんだけど。じゃないってこと？行ける、そもそもあっちに行ける？あっちには行けそうだな。よくあんさ、滝登りできるかなこれ。うわあ、超人だな。待って。こっちじゃないな。これあれだね、なんかあのなんてパズルみたいなやつ。ここでトロッコ作ってどうのこうのしろってことか。物語とは関係なさそうだな。これあんまり潜りすぎるとね、画面がわけわかんなくなるからね。
じゃあちょっとこっちじゃなくて、あれまたでけえやつがいんな、倒そう。相手が攻撃してくる前に倒した。よし終わった。おフレームがいる。え、こいつさ、え、マジ水水でさダメージあったとか。うおほほほ999、最高ダメージだったんだな。よし OK、 水を流し込め。いいね。こっちさ石炭だよね。石炭いらないんだよな。お寄せ。よし、一応綿を持っている。綿貴重といえば貴重だからね。あ、あそこにまた導きの玉か。だいぶ進んできて、おお、なんかすげえぽいとこに出た。炎の聖堂。あちゃあちゃあち、あちょっとこれ壊そうとしたのに。この建物は、あ、悪魔神官がいる。聖堂、不思議な場所だ。懐かしいような、落ち着くような。奥に魔物がいる。話す。まさか人間たちがこのようなところまで来るとは。地上で物を作ってる連中の仲間だな。住人が愛し何より輝いていたものはメドーサボールが石にしたはず。まだ希望を捨てられぬか。じきじき絶望を与えてくれよ。ドラゴン、ちょっと待って、やっぱりねドラゴンよりねこいつを倒すべきだと思う。なんかどうした、守備が下がった。それはまずいな。よし、古びた本あんまり必要ないけど。いや、氷を捨てるな。水の羽衣も手に入れたのがすげえでかい。これ水の羽衣もなかったらかなりやばかったね。よし、これ何、魔物床レディ。必殺技使って倒したいね、どうせやったら。いいってー、これはさすがにあれだな。はい、おら、1000、あとはもう押すだけ。よし、お、またドラゴン肉だ。おのれ口をし、わさか我々が負けるとは。その達はどうやらこの世界とは別の恐ろしくも素晴らしい運命があるようだ。運命に身を委ねよう。さすればその他救われる工夫。最後だけなんでアドバイスしてくれたの。破壊の神よ、破壊神指導よ。この声はあの時の。あなたを崇める悪しき魔物たちを打ち倒したんですね。素晴らしい、破壊神の名にふさわしい働きです。俺は破壊神なんかじゃない。人も魔物も神ですら運命からは逃れられない。あなたが破壊の神であることも定められた運命。破壊の神よ、あなたは滅びゆく世界を救う希望なのです。何なんだこの声は。心配するな。いや心配だよ心配だよっていうかさ、幻聴が聞こえてること自体が心配。おお、竜の鱗、これさ持ってかれたいね。あ、あ、え、え、ないの、え、ないの、え、ないの、何今、ちょっと壊せねえし。
まあ、超やられたんだけど。指導は多分この体勢ないんだな今。じゃあちょっとやまびこの笛を吹きますかと。え、ちょっと待って笛熱そう。あ、え、どこどこ、向こう、こっちか。近くから聞こえる。ちょっと待って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 、あっ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 、破壊的かな。え、どういうこと、強引にやる。いや、わかんねえ、こっちじゃなさそう。邪教の模様壁、ここら辺とか、とにかく破壊し尽くそう。いや、これは無理か、破壊できねえか。え、だって溶岩の中じゃないでしょ、さすがに。また邪神のあれがあんな。んー、どこだ、ちょっとこっちの方やってみるか。あ、そっか、さっきドラゴン、びっくりしたドラゴンと戦ってたからドラゴンキラーが役立ったね。どこ、こっち、あっちだ。あ、奥があるじゃん。さらに破壊するか、ドン。あー、奥いけるね。あ、もしやこれ、お、結構ある結構ある、買ったダイヤモンド。キラキラしたのがダイヤモンド。強い力を感じる。特別な武器も作れるかもしれない。10個持ってこい。あ、確かに結構持ってこいって言ってたよね。黒溶岩めっちゃ光ってんだけど。それでもさ、ダイヤモンド1だよね。このさ、焼き鳥の方がさ、キノコだけどさ、レアなのかな。できれば2つ一気に壊したい。6、これで8。え、なんかぴったりしかない、もしかして。貴重だからね、ダイヤモンド。見当たる？新たなレシピ。三日神の盾、ほら、三日神の盾だよ。ガラスじゃなかったけどね。三日神の、え、三日神のコテ？三日神の盾じゃないの？予備ダイヤモンド欲しいんだけどな、ないか。ぴったりしかないね。あった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 。まあいいや、ワープしよう。もうダイヤモンドで何作るって言ってたっけ。第3段階、そもそももう第3段階完成してんの。こいつ邪魔え、三日神のコテってさ、盾じゃないの。水の羽衣って普通に作れんじゃん。しかも綿と紐で作るとかさ、とんでもねえな。あー、川の盾までしかない。多分盾もうちょっといいのあるんだろうな。だって守備力8だよ弱すぎでしょ、いくらなんでも。水の羽衣ってこんな簡単に作れるんだ。鉄の鎧より簡単じゃん。綿で作るっていうのがまたすごいよねよし、ダイヤモンド見つけてきました。と、最後の仕上げに使う。最後の設計図を完成させてしまいます。しばらくお待ちください。あ、まだだね。まだまだ頑張ってるよ多分。終わった、終わったんだか終わってねえんだか。でもこいつはもう仕事してねえな。
あーまだやってるわ、頑張ってるわ。こいつ謎の空間技術を持っている。まあとはじゃあ、あーできたできた。これさ、酒場っていうレベルじゃないよねもう。こいつ頑張ってるよまだ。よっ。可愛い顔してるんだけどね、よっていうのがちょっとやだ。みんなここから降りてくな。俺の作ったさあれ活用してくんないじゃん。封鎖する、ここじゃあ。ちょっとここ禁止、禁止します。もう階段から帰ってください、こっちの方が安全なんで。さてではではでは、なんでこいつうーって言ってんの。助けてっす。あー、あれか、トイレ行きたいのか。あれどこにいる、上にいる、もしかして降りてきちゃったけど。あ、どこだ。この上とか超豪華なんだけど。いや全然ちげえな。あ、さらに上行ける。あれおっさんどこいるんだ。おっさんの居場所が分かんない。ちょっと集めよう、おっさんを。はい、集合。あ、いた。じゃあお前じゃない、あれこいつは。あ、完成したよね。ダイヤモンド生地だ。ダイヤモンドを手に入れて三日神のコテをひらめいた。ゴルドン用の装備品、ちょっとめんどくさそうだな。古びた鉱石の出番が来た。戦いの前に三日神のコテを作ってくれ。ダイヤモンド、金のインゴット、古びた鉱石、簡単だな。よし、じゃあ作るか。装備品でいいのかね、こっちで。違うんだけど、こっち。あ、あったあったあった、三日神のコテ。まあ、古びた鉱石がね1個しかないからね。でこれかゴールドに使う。それが三日神のコテ。ペロのために戦える、渡してくれ。はい、思いっきり来い。あそこ、あそこ、とりあえず、とりあえず埋めたい。え、全体的にさ、おお、これで石化攻撃防げる。うわ、こいつを誘導してどうのこうのっていう戦いになりそうだな。昔の島の人たち、成功を夢見て鉱石掘った。人間信じる、ペロの石が溶けるはず。また、ちょっと待って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 、とりあえず埋める。よし、バッチリ三日神のコテを装備した。俺も三日神の盾が欲しいんだけど。教団から派遣されたこの島の総督。ところで設計図は全て完成した。何か足りない気がするのは俺だけか。お前のことは何かとっておきを考えてるんだろう。さあ、もったいつけず早いとこゴルドン酒場を完成させてくれ。え、何もったいつけるとか、今ひらめいたんだけど。ゴルドンヘッド、え、超いらねえ。なくていい、そんなもん。最後の設計図も組み上がった。何かが足りない。ゴルドンヘッド、ダイヤモンドを必要としている。金とダイヤモンド、ゴルドンヘッドを作ろう。よし、じゃあ作るか。あんまり作りたくないけど、こんなダイヤモンド。でも余るね。 OK。 ちょっと待ってね、戦いの前にでもな、レベル上げたいんだけどな。18で大丈夫かな。これ、ゲー。
目にダイヤモンド使ってるんだ。でっか。多分一番上だよね、さっきの。どうせここでしょ。ほら、置く。どうやって置くの。こうか。あ、ゴーレムの形をしてるのね、これ酒場自体が。なるほど、だからゴールドン酒場って言うんだ。ようやく気づいたんだけど。おお、目がダイヤモンド。みんなこいつ火の上に乗ってる、また。この酒場なんだか俺に似てる。これは鉱山の守り神であるゴルドンさんに似せたバー、まさにゴルドン酒場。血相を変えて地下から飛び出してくる。襲ってきたところをみんなでぶっ飛ばす。今まで私は魔物が来ても怖くて逃げ回っていた。私も戦います。みんなの分の剣をあげないとね。達成。来るか。みんな敵の気配だ。みんなどうやって帰ってくんだ。ちゃんとここから帰ってけよ。おいでいでいで、みんな安全第一だよ、やっぱり安全第一。さて、多分ね、銅の剣なんだよね、装備が。だから鉄の剣をちょっと大量生産しよう。ドラゴンキラーはさすがに無理で上げらんないよ。とりあえず10本くらい買っとく、買っとくっていうか作っとく。で、鉄の剣を出して装備できるやつに装備させておこう。だこれ銅だよね。別にシャレじゃないけど、銅見てもこれはこいつって素手じゃねえかよ。あれ結構割と適当だったな。あ、装備しちゃったよ。ちょっと待って、鉄の剣を。わちゃんもか。お前は、お前は戦わねえか。あとミルズ素で多い。カール、お前はマッシモ、いけ。セージ、お前もだ。で、全員渡ったかな。素手のやつはマジで弱いからね、それだけは避けたい。装備させた、こいつも大丈夫。戦闘要員だけだからね。で、指導も大丈夫で、俺がドラゴンキラーを装備しなきゃいけない。よし、なんでこれ持ってんだろう。あ、あと薬草か。ちょっと薬草を作っとかないとね。結構手に入れたから、まあ10個くらい作っとこう。 OK、 レベル18。ちょっと上げてーなー。地下に潜るか、もう一回ちょっと上げます。これはよし、ようやくレベルアップ。結構かかったね。もう1レベルはもう上げられないな、これ。最大ヒットポイント、お、なんかひらめいてくれれば嬉しい。鉄の盾か。まあ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 、OK。じゃあ帰ろう。まあせっかくだから、鉄の盾も作って装備していきましょう。で、薬草はまあ14個で全然十分だよね。俺の家どこだかわかんねえ、これ。こっちか。
鉄の盾。よし、オッケー。革の盾なんかより全然いいわ。で、薬草にセットして、じゃあ戦闘開始といきますか。メドーサボールの気配もある。アラクレどもも戦うって言ってた。オッケーオッケーオッケー、大丈夫。また戦いづらいとこなんだよね、これがまた。さて行くぞ、トウトウ。よし、いいね。はい、多分あのマタンゴが厄介だよな。後ろにもあるか。いや、かなり強引にいける。いや、すげえ。いや、ゴリ押す、これは。いや、ゴリ押す弱くね。よし、これはシャキーンと。どこに出てくる？いや、まだいるか。いや、これはまだ使わない。あ、こちらは石像、石像だけしてみるがいる。これちゃんと焼くか。待って、あ、でもこのミステリードールはあれか。お前らもちょっと石像の方に行けよ。命令させろがないからね。よし、オッケー。ちょっと一回使うか、薬草で石像先に倒そう。これはもうやっぱこいつだけ。カメ殺す。ちょっとわけわかんないけど、ヒットポイント減るだけだからさ、こいつはヒットポイントを回復させるという術はないの。 OK、 カメオドラゴンか。あ、これはもう行こう、使おう。ドラゴンキラーのさ、力がなんかあんまり発揮されてない気がするけど。すげえ強いかって言われたら大して強くなってないんだけど。よし、倒した。で、ボス戦かな。バトルコンプリート。配下の魔物たち倒した。気配がする。次はいよいよメドサボール。俺に乗って戦え。あ、そうなんだ。攻撃、三鏡の小手なら防げる。俺に乗っかるんだと。その前に修復。ここら辺で戦いたくないんだよね。よし、ちょっと待って、こいつどこに来る。お、オッケー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 。今のうちに、大したあれじゃないけど、大したあれじゃないんだけど、銀のタイルを敷き詰めよう。はい、はい、オッケー。乗る。よし、うまく乗った。ちょっと待って、どこで戦うの。え、これで指導のところに行くの。戦いの準備はいいけどさ、不思議なやつらだぜ。あんなにビビってやがったのに。お、こっちから来るか。まあ、それはそれで。うわ、すげえオーラだ。
てる気がしない。なんてじゃげ。いやこれメドーサボールのさ、あれを超えてるでしょ力を。私への視線奪うもの。まずはどうするかだよな。三日神の小手で跳ね返す。光線来たら正面から腕で受け止める。そしたら反射して相手に当てられる。三角でガード。ほいほいほい。赤光線を貯めています。まあ、最初はチュートリアル的な感じでやってくれるのかな。今がチャンスだ。俺は何をする。ほらほら。すげえできそう。これさ、石化してないとさダメ。手下を呼んだ。まずは倒せってこと。あそこにいるな。あ、石化してる。すげえ、これ永遠に攻撃できたけど。どこだ。あ、地下から様子を見ている。攻撃当たんの。みんな言ってるけど。おお、また跳ね返せないかね。あのちっちゃい光線ってみんな俺に無駄かってくるな。まあ別にいいけど。どっちだ。おお、助けてーってなってる。ちょっとダメージ当てるとこ。ほいほい。え、そういうこと。ほら、あ、ジャンプ攻撃やっていけないか。よし、ここ正面に立とう。ちゃんと曲げてくるかな。全然曲げてこなかった。3300とか。とりあえず殴れ殴れ。いや全然だな。手下を呼んだ。このジャンプ攻撃ができないからね。あ、待って待って待って、金のインゴット。ちょっと待ってちょっと待って、ちょっと待って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 。金のインゴットなんてどこにある。金のインゴット、あれ全部中にさ、やっちゃったんだけど。いや金のインゴットないよ。これさ、帰ってさインゴット取ってこれんの。取ってこれそう。回収してこよう。あれ211個持ってんな。け、溶岩が流れ込んできてる。これ食おう。インゴットインゴット、あ、あった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 。取り出そう。はい、渡すゴールド。ほい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 。ちょっと、どうした。げっ、超めんどくせえ。片方本物。お前なら見分けられる。見分けられないんだけど。どっちだ。いや、こっちか。さあ来い。よし、あ、そっか。これ乗るとあれが
ちが強いんだろうね。手下を呼んだ。手下を倒せ。マジでそんなの。俺ボルト強すぎだろお前。どこだ？あ、まだいる。けーこいつらはマジ危険だからな。俺に任せろ。一網打尽にするか。よし、オッケー。あとは悪魔神官がっちりいたよね。頑張ってんな。ジャンプ攻撃はできないっていうところだな。みんな石化してんだけど、あ、ボコボコボコって言って分かるわ、どっから来るか。一応これ減ってんだよね。ただこの時は減ってない。また怒り出した。上空からの攻撃を走って避けろ。打ち上げようとして、おおおお、とりあえず走ってれば大丈夫。あれだって変える、ちょっと待って間違えちゃう。上、いや上、え、無理でしょこれ。いや無理だ。いや集中攻撃食らってんな。はい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 、いいこと。いやちょっとやってみたかった。やってみたかっただけ。え、まだ、はい、こいつか。これで終わりにしたいけどな。ちょっと余りそうだな、ヒットポイントは。まだなんか必殺技使った方が強そうな気がするけどね。あー当たるか。あ、倒したか。その前に最後に必殺技を使おうと思ったけど、これなんかある。始まりの黄金。ペロの石化も解けるはず。いやそれはさ、根拠あんの。石化が解けるっていう。ペロも救われることでしょうって。この島も教団の支配から解放される。でもまだやることある。通りになった。本当にすごい。メドサボール倒した。力完全に取り戻すには特別な道具がいる。メドサボール持ってた始まりの黄金。始まりの黄金と全てのインゴットを使ってくれと。はいはいはい。黄金の輝き、そんなものまで作れんの。よし、じゃあ使おう。ちょっと一回預けよう、ここら辺は。でこれを取り出して3、星3なんだけど。元通り、鉱石も元通り。はい、
ゴールドラッシュも戻ってくる。待たせて悪かったな。幸運の輝きを使ったら俺消える。なにこの酒場と一つになる。島全体に鉱石が戻る。石化も溶ける。俺消えても後悔ない。目から開口線。どう？これは銀。金。ダイヤモンドはさすがにないか。オッカムロにゴールドラッシュが戻った。完全制覇。パーティーは終わっちゃったの？ゴールドンはいなくなってしまった。昨日はとっても楽しかったわね。やたらベタベタしてきてって犯罪だぞ。お前たちが言ってたことようやく分かった気がする。自分を犠牲にしてでも誰かを助ける、それが愛。ゴールドラッシュに沸き立つはず。ペロ、なぜ悲しむ。酒場と一つになった。いつでもここでみんなを見守っている。これ破壊できんのかな。魔法の卵置いてバーンってさ、爆破テロみたいに。これで島へ戻る算段かな。ちょっとそこまではやりますか。自分の島の仲間を探しにオッカムロに来た。みんなみんなって何。あーこいつらってことね。俺このバニーちゃん連れて行きたいんだけど、バニーちゃんは連れていけないか。誰かをバニーちゃん化できないかな。あーそっか。じゃあまあキリがいいんで今回はここで終了して、じゃあ次回はオッカムル島に、人を連れて戻っていきましょう。またオッカムル島の開拓をしなきゃいけないのかな。オッカムル島じゃねえや、なんだっけ最初、空っぽ島の、あれ結構大変なんだよね、あれはあれで。というわけでじゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。